選挙に出ます、ね、でも日本は出ない。フランスもイタリアもイギリスも皆自国の国旗を掲げて選挙に出馬しますよ。でも日本だけはこの中島康晴以外は誰も国旗を掲げて選挙に出ない。日本はあいつの気持ちのない人間が限界になったらダメですよ。日本の行く末を動かす政治家たるもんがでしょ。世界の常識ですよ。何をやるよ。世界中の国も自国の国旗を掲げて選挙に出ます。日本だけですよ。中島康晴以外全員掲げませんや。それは彼らが考えていることを言いましょうか。要は国旗を掲げて日の丸を掲げて選挙に出たら一般の皆さんほとんどそう思うでしょ。いや先生、ならば移転者からも国会議員がそうじゃないんやと教えてあげなきませんやでしょ。先生、意気込みを。意気込みは、ね、その自国の愛情の表現として、その自国の国境を掲げて選挙権を戦う。はい、ロシアある高知県民の皆さん、こんにちは。今回ね、こうやってね、元巨人軍で元メジャーリーガーの野村さんが、野村隆人さんがね、応援に来てくれてます。こちら野村隆人さんでございます。あとにちょっと喋ってもらいますわ、野村さんには。はい、で今日ね、元巨人軍で元メジャーリーガーのピッチャー野村隆人さんが私の応援演説にこちらに来てくれてます。今からね、元巨人軍の野村さんがちょっと演説してくれるのでよろしくお願いします。皆さん、私は元プロ野球選手の野村隆人です。今回ですね、なぜ中島康晴先生を私は応援しようかと心に決めたのは、普段からですね、政治の研究、勉強、データ、もうとにかく素晴らしいです。普段からですね、血のにじむような努力をしてるわけです。それでですね、ここ30年間、給料が上がってないですよ、皆さんのサラリーが。サラリーが上がってないにもかかわらず、物価が高くなっております。これをですね、私いろいろ人間見てきました。偽物を本物という報道をする数たくさん見てきましたけど、この中島康晴先生はですね、本物の男であり、必ず高知県人をですね、国民をですね、潤わせてくれる人物だと私は確信をしております。皆さん、選挙に行きましょう。興味を持ってください。政治に興味を持てばですね、この中島康晴は正しい人物だと、絶対選挙に受からなければダメだということが皆さん分かるはずです。年配の皆さんは息子さん、お孫さんのために、はい、若い子は子供のために、みんなのためにですね、頑張るようにですね、中島康晴氏に投票いたそうではありませんか。当選、中島康晴氏を当選さそうという高知県知事になろうではありませんか。皆さん、政治ですがですね、あまり喋るのが苦手なのでこの辺にさせてもらいたいと思います。それではありがとうございました。元巨人軍で元メジャーリーガーの野村隆人さんでした。ありがとうございます。野村さん、ありがとうございます。